はい、皆様こんにちは。今回はですね、こちらのカメラ、よくわかんないカメラですね。これだけ見るとこちらを紹介させていただきたいと思います。こちらのチャンネルではこのように面白いカメラ、まあこれよく見るとわかんない、よく見なきゃわかんないですけどカメラなんですね、とかあとはそれに伴うオールドレンズとか面白いパーツとかっていうのを紹介しております。まあ私がいいなと思ったものをメインに紹介しておりますので、そういったものに興味がある方がいらっしゃいましたらチャンネルの登録していただきますと非常に嬉しく思います。よろしくお願いいたします。はい、皆様改めまして、本日はこちらのカメラですね。面白い作りですね。なんかこう箱みたいな形のよくわからないカメラです。でこちらはまあのスパイカメラって言われるジャンルのカメラになりますね。まあ、スパイ、その名の通りこう懐に忍ばせて人に気づかれないように撮影するときに使われてたんじゃないかっていうようなサイズ感のカメラたちの総称でございます。まあ、そういうふうに使われてたかもしれないし使われてなかったかもしれないっていう感じですね。でこちらはまあとてもその中でも珍しい方の部類に入りますカメラでして、ガミ16っていうカメラになりますね。ガミ16、GAMI16 で、メイドインイタリー、イタリアのカメラになります。で作りもこのアルミのとても堅牢なしっかりとした作りになっています。でまた F 値の調整、こちら F ですね、 1.9、2.8、4.5、6.8、11ってついていて、でこちらにシャッター速度、シャッター速度の調整ができたり、でこちらに距離計がついています。でこちらのカメラなんですが、他にも面白い仕組みがあって、その前にレンズですね。レンズ、これ読み方が申し訳ない、よくわからないんですけど、エサミターっていうのかな、の1:1.9F1.9 の 25mm、 ただまあのフィルムがちょっと特殊な形なので110番だっけかなのカメラなので、焦点距離は 35mm 換算にするとちょっと変わると思います。でも 25mm のレンズですね。まあこのようになってまして、であとこちらのレバーっていうのを引きますと、レンズの表面にこのように黄色いフィルターがついています、というのを調整できるカメラですね。まあ、本当にコンパクトながらに多機能、いろんな機能がついているカメラです。でまた驚くことにこちらレンジファインダーなんですね。この距離計をまあ回しますと、この覗いた中に、まあ、ちょっとこのカメラですと確認は難しいんですけど、その他のライカのカメラみたいにこう二重像が出てるんです。で20像があって、覗いてその20像があったところでピントが合っています。でこちらがシャッターのボタンなんですけど、シャッターのボタンを切ります、という感じですね。このように切れます。はい、このようになってますね。で、こちらのカメラなんですけど、実はもうちょっと前までシャッターが切れなかったんです。で、この動画を撮影するために今動かしたら偶然シャッターが切れるって、まあちょっと奇跡が起きまして、ジャンク品だったのが動作品に変わりました。まあ、すごくいいですね。私は今非常にびっくりしました。で、こちらのカメラなんですけど、こちらですね、蓋を閉めますとチャージされて、開きますと、撮影できるという形になってるんですけど、これフィルム入れないとかシャッターを切らないままこれを操作し続けますと中にゼンマイ入っていて、そちらがこう切れてしまうんですね。私はその切れた個体かと思ってたんですけど、まあ、今なんかびっくりです。シャッター切れました。こちらチャージする音もしますし、やっぱりではないですね。時々偶然切れたみたいです。はい、フィルムなんですけど、この後ろのですね C っていうところから O っていうところに変換しまして、引っ張り上げますとこのように後ろの蓋が開きます。で合わせまして、こちらですね、こちらの突起を引っ張りながら手前に引くことによって、このフィルムマガジンが取れるようになってます。まあこのような作りですね。でレンズが入っていて、まあカウンターとかそういうのが動くようになってます。でこの中に
当時はこう売られてたのかもしれないんですけど、こう外しますとフィルムがこうロールで入ってます。まあ、あの暗室とかでフィルムを巻いて、当時は使われてたんでしょうね。ただまあこう古いものとか入っていても、こう何か撮影されていたりだとかするときに、こうプライバシーの侵害とか、まあ、あのちょっとした犯罪みたいな感じになっちゃうので、中にもしこう中古で買ったときにフィルムとか入っていたときには、現像するよりは捨ててあげていただけるといいかなと思います。まあ、嫌ですよね、あの自分が撮影したものっていうのを他の人が見てんじゃないかって思ったりとかするのも。よいしょ、はい、まあ、こう戻しまして、まあこのフィルムロールがフィルムロールになります。まあこちらを装着しまして、このように装着しまして、はい、まあ、ちょっとごめんなさいね、お作法慣れてませんので、閉めてクローズ、芯の方に合わせます。クローズで終わりです。またシャッターが切れましたね。こちらもしかするとそのフィルムの状態にもよるのかもしれないですね。フィルムが入っていて、まあ、場所が良かったりすると切れるのかもしれないです。でこの音チャージされて、開けてシャッターが切れます。シャッターが切れますね。まあこのようにちょっと古いカメラっていうのはこうトラブルがあって、それもそれで面白いです。まあ、あのシャッターが切れてくれるっていうことで、まあ、ものすごくこれ価値が上がったかなと思いますね。まあ、このように古いカメラっていうのは特徴的な、今にはないですね。本当今これデジタルカメラとかでこういう小さいのあるんですけど、この当時でこれだけコンパクトだったものっていうのはすごいんじゃないでしょうかね。っていうのもありますので、そういうのをこうコレクション的に遊んでいただけるっていうのも面白い遊び方の一つなのかなと思いますね。シャッター切れます。まあ軽い奇跡が起きました。動画の中でこういうことあるとちょっと面白いですね。でこちらが二重像の最高の窓で、こちらがファインダーで、こちらがレンズになってます。はい、こちら、ガミ16っていう珍しいスパイカメラを紹介させていただきました。はい、本日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではこの絵に面白い、まあちょっと珍しいカメラですよね、こういったものとかを紹介させていただいたり、それに伴うレンズパーツとかっていうのも紹介しております。なのでこう面白いものっていうのも紹介できると思いますので、ぜひそういったものに興味がある方いらっしゃいましたら、チャンネルの登録をよろしくお願いいたします。でまたいいねのボタンを押していただけますと、私のとてもいい励みになりますので、ぜひ押していただければ嬉しく思います。はい、この度ありがとうございました。